はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、低病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい。はい、ですね、白血病やね、悪性リンパ腫などのその血液のがんになるとですね、抗がん剤を使う化学療法やね、放射線照射といったやつをねするんですけども、あとまあそのドナーさんのね、あの細胞が適合すればですね、骨髄移植をするんですけども、まあ、それぞれにあの、ね、副作用というものがね必ず起こります。あの抗がん剤と、放射線照射だけで、まあ、寛解というやつね、まあ、その血液中のがん細胞の、ね、数がね、まあ、ある程度の基準以下になるとですね、まあ、そういうふうな寛解というんですけども、まあ、そういったね寛解というものになればですね、骨髄移植をする必要はありませんけども、その基準をね超えると言いますか、まあ、僕の場合なんですけども、その全くね変化がなかったんですよ。抗がん剤治療をねしてもですね、でそれでね、その全く変化がなかったので、あの その時の当時の病院の先生から、骨髄移植を推薦されました。その時はね、ナースステーションがね結構ざわついたらしいです。やっすーさんの細胞消えてへんやんっていう風な感じで、こう一応ね、そのモニター、パソコンのモニターで僕のその骨髄液を、骨髄潜視して骨髄液を取った画像をね見るわけですよ。でそこにいっぱいその細胞が映ってるわけですよ。その細胞がねいっぱいすぎるというので、一緒に見てた先生たち、看護師さんたちがねバッてこうなったらしいです。ざわ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 ってね。それちょっと置いといて、ですね、まあ、骨髄移植をするためにですね、それをするための前処置っていうのがあるんですよ。前処置ね、前処置かな、まあどっちでもいいんですけども、前にする処置があるんです。それはね、抗がん剤を使う化学療法がね、放射線照射をします。まあ、その時でもするんです、一応ね。それはね、なんでかっていうと、その一応寛解の域に達しとかないといけないわけでして、寛解の域に達しとかないと骨髄移植をする意味がないって言われたのかな、僕の場合は。その時なんか言われましたね。一応その寛解の状態を保ってないと骨髄移植ができないということだったんで、そういうのをしました。まあ僕の場合はその病気の種類的にもね、放射線照射はまあ今回しなくてもよかったんですけども、その前処置に使った抗がん剤はね超大量で濃厚でした。そしてね、その副作用がね、まあ、これまでの抗がん剤、今までやってきた抗がん剤よりも、もう比べ物にならへんぐらいのね、激しさでした。で、まあそのね、やってた抗がん剤の副作用をね、引きずりながら、骨髄移植をね、行ったわけですけども、正直なところね、その、骨髄移植の初日からね、カウントされる急性 GVHD っていう時期があるんですよ。で、それって、でその時期に起こる作用、副作用っていうのは、その抗がん剤の作用なのか、正直どっちかわからなかったですね。 GVHD なのかっていう期間があったんですよ。でまあ言うてる間にね、その抗がん剤の副作用の症状がね一応落ち着いてきまして、まあ何も起きない日がね 2,3 日続いてですよ。たった 2,3 日だったんですけど、でもまたその同じような、今度はね、まあ、軽めなんですけども、似た症状がね出てきました。そしてまあ移植してから100日過ぎるまではそれぐらいのことがあって、100日過ぎる頃にこれまでと違った症状がわっと出てきましたね。まあその中でも長期にわたって、まあ、未だに僕をね悩ませているのが、あの口腔内のね GVHD する、口のお口の中のね、そんなねお口の慢性 GVHD はですね、唾液腺を障害してですよ、口腔内を乾燥させて口の中をねカピカピにさせてしまうんですよね。唾液が出えへんからね、乾燥させてね、口腔粘膜細胞をね破壊します。口の中の細胞をね破壊してしまうんですよ、乾燥とともにね。で、またその移植後のね、低免疫状態っていうのがね、あるんです。免疫力がすごい下がってる状態なんで、低免疫状態って言うんですけども、そういう状態の時に、まあ、口腔内のね、病原菌が
ふわーっとね、繁殖しやすくなる状態になるんですよ。まあ、そんなことがあるから、そんなことがあるからっていうか、そういう状態になるからですね、この広範囲にわたる、口の中で広範囲にわたる、その、まあ、重篤な、まあ、すごい重たいね、口腔粘膜障害をね、起こすことがね、あるんです。まあ、まさに起こしてるんですけども、そして今まさにその状態でして、退院してからね、まあ、1年経ちましたけども、まあ、入院中よりもね、実はね、悪化しております。まあ、そしてね、その乾燥も、ね、口の中の乾燥もね、激しくなってきてね、落ち着いたと思っていたその味覚障害もですね、また激しく出てきての繰り返しですね、でさらにその舌、ベロね、舌もね、その痺れるような感覚になってきました。で、まあ、それら全てに影響を及ぼしているね、その唾液腺のね、障害もね、激しくなってきてでですね、まあ、その唾液腺の一つのね、耳下腺というところがあるんですよね。この耳の下にあるね、耳下腺ってあるんですけども、そこの障害にもあって、パンパンに膨らんで、このね、まるでね、おたふく風邪のような状態になりましたね。まずそのね、その耳下腺が膨らんでしまうのはですよ、まあ1時間ぐらいかけて、ゆっくり、まあ、膨らみは消えていくんですけども、まあ、それよりも、その、一番きついのは、カビと虫歯ですね。カビに関してはね、今でこそそのうがい薬をもらってますけども、このカビの状態が出てきた時はね、口の中全体の皮がね、もうお風呂上がった後のその、かさぶたとかあるでしょ、怪我した時にね、出るかさぶた、それお風呂上がったらふやふやになるじゃないですか。あんな状態になって、ふやふやになってね、ボロボロって剥がれるじゃないですか。それが口の中で起こってしまうんですよ。そういう状態になると、その、痛かった時の波がすごい高くなるんですね。ボロボロになったら、その、痛いっていうその頂上まで来るみたいな感じです。それをこう通って綺麗に、ティッシュとかね、綺麗に取ったら痛さはなくなるんですけども、まあ、そんなことが続きますね。そしてね、虫歯はですね、つい先日の通院でね、治療してもらったその左奥の虫歯なんですけどもね、その虫歯の部分を削ってね、埋めてもらったんですけども、その奥歯でね、あの食材をね、こう気持ちよくね、ガブって噛むとね、ズキーンとこう痛いんです。まあ、あれはね、1月9日に病院に行ったので、まあね、10日は経ってるはずなんですけどね、まだ痛いですね。まあ、それはその治療する前に比べたらね、すごいマシなんですけども、まあ、そろそろ痛みがなくなってきてもいいんちゃうかなって、ね、思いません？まあね、ひょっとしたらね、まだ虫歯の部分が残ってるんかなとね、ちょっと思ってます。なので今思い返したらですね、まあ、ドリルでこう、ウィーって削っていくうちにですね、まあ、どんどん痛くなってきてね、結果的に麻酔が効かん状態にまでなってましたし、まあ、先生もね、治療続けれなかった感じやったような気がします。まあね、痛すぎて僕が震えると。麻酔が効かないと。これ以上続けたら拷問やなって先生もあったと思います。なのでね、今はずっと右の奥歯でね、食材を噛んでます。まあ、そしてね、歯だけちゃうんですよ。歯茎も痩せてきてるんで、全部の歯がね、すきっぱなんですよ。まあ、何食べてもね、歯と歯の間に詰まるんです。例えばお粥からね、その焼肉まであるでしょ、その柔らかいものの代表から硬いものの代表っていうんですかね、まあ、そうからこの間全部歯に詰まるんです。まあ、例えばそのね、家族で外食に行った時にですね、帰りの車でね、運転しながらですよ、家に着くまでずっとね、爪楊枝を使ってます。シー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 しながらね、右手に爪楊枝、左手にハンドルやから、めっちゃ柄悪いですよね。外から見たら何やねんあいつって思われますよね。まあ、それ置いといて、そしてね、さらになんですけども、その左の刃なんですけどね、その刃の先が欠けててですね、小さな穴が開いてるんですよ。で、そしてその穴の奥はですね、刃のその半、刃がこうあったら半分ぐらいまでね、空洞になってしまってて、中が溶けて出てきてるんですよ。でも入り口ちっちゃいんですよ。だからそこにね、ありとあらゆる食材が詰まるので、それも爪楊枝でこう掘り出す作業をね、強いられます。まあ、強いられては自分でやってるだけなんですけども、まあそうせなね、すごい、詰まってまたそこでね、食材が腐食してですよ、余計虫歯になってしまいますんで、まあその歯ブラシが届かないところなんでね、その毎日大変ですね。まあ最近はね、そんな毎日を過ごしております。どんな毎日やねんって感じなんですけども、まあまあそんな感じなのでね、次回の通院はね、歯科だけの日なんですけど、まあ、まあとりあえずね、相談して何とかしてもらいます。まあでもね、来週の月曜日なのでね、まるまる1週間ありますけどね、もう耐えなきませんわ。
頑張ります。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。